ロシア連邦政府ビルロシア連邦政府はロシア連邦の行政府。現行のロシア連邦憲法によればロシア連邦行政府の構成員は全体選挙によるロシア連邦大統領が任命するロシア連邦政府議長、数人の副首相、各省の省長であり、大統領は入っていない。1978年ロシア憲法ではロシア大統領が 行政府の最高責任者であった。しかし、1993年憲法では、第6条で、行政府は、ロシア連邦政府議長と副議長と各省の省庁で、構成される。となっていて、大統領は、元首なので入っていない。ミハイル・ミシュスティン首相の内閣省任事のロシア政府の機構は、以下の通りである。以下の省庁名は、二千八年五月のドミートリー、 メドベージェフ政権発足以前のもの。2008年5月以降、政府機構が大幅に変わっている。最新の機構図は、ロシア政府公式ホームページにある。ありがとうございます。